プレゼントを贈る人からプレゼントをもらう自信があるライバーは立候補していただきます。ご自身で。なるほど。それはわーキャンちゃん、わーいやで、キャー。ということで、じゃあ三枝さんからプレゼントマシンを送っていただきたいと思います。さあ、こちらの4名が残りました。お集まりいただきましたね。ここは男性陣唯一の立候補、ふわみなと。いや、まあ、正味他3人立候補してるんですけど、ちょっとどんまいなんかなって感じなんですけど。さすがに自信あり。なんかもうね、言葉はいらないんじゃないかなって。さすがにね、絆がね、やっぱね、さすがにやっぱね、申し訳ないです。友情より愛よ。いや、愛よくない方向に吹き寄せられるのは愛があるかと前提なんだ。そんな愛に自信あり、椎名結衣か。これ、はい、ダメだったら今日で諦められる気がします。覚悟ちげえ、覚悟ちげえよ。うわ、本当じゃん。なんか一人だけ番組の趣旨とかまけ違う。今日は見かけできないよ。そういうんじゃないんだけど、趣旨が思い合っているんだよ。意見にかこつけて好きなことやってる。じゃあ最後アルスいいですか。はい、シージーがそう来ると思って僕もライバルとして。そうだったの。これ以上進行をややこしくしないで。修羅場あるなこれ。誰にプレゼントを贈るのか、それでは三枝さんからプレゼントする相手を発表していただきたいと思います。三枝さん、お願いします。はい、僕がプレゼントをする相手は、アルサルバルさんです。おめでとう。おめでとう。アルサ、おめでとうございます。プレゼントマシンが送られる自信のある方は立候補をお願いしたいと思います。ドキドキ。さあ、え、狭い狭いね。肩幅ができるやつがいるな。ちょっとどんどこぶつかってますけど。多いな。さあ、前組のやつもいますけども、うん、はい。ということで、ちょっと多いんでパッパパッパと聞いていこうかな。行きましょう。じゃあ、コウさん、離婚した理由とか。俺以外いないでしょ。おい、よいしょ。お返し来ると。そうかな。おや、そうでもないかもしれない。ちょっと自信をなくしちゃいましたけど、でもあると思います。じゃあ、シーナさんどうですか。お利口はない。はい、断言。ここで阻止に行くと。なるほど、ただのアンチ心からということで、チャイカさんどうですか。お母さん一度もプレゼントもらったことないの。まだひどい。まだゼロですからね。欲しいですよね。親族の方も賛成しております。ということで、じゃあヨルミどう。今日ね、やたらと目が合うからそういうことなのかなって。なるほど、匂わせがあった。控室で他に向かいの席だったからだよ。じゃあ次アルス。いやー、デートしたことあるから選んでくれるかな。おお、なるほど。信じてるよ。リリムさん、お願いします。お願いします。はい、イユーがプレゼントする相手は、まだシーナユイカさんです。おおめでとう、シーナさん。なんか息荒くない。おめでとうございます。見事両思いです。保護色か。ということで、限定ポイント1万ポイントゲットとなります。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、逆に立候補したのに選ばれなかったお前ら。はい、お前らありがとう。立候補してきたくせに。毎回出るんだね。顔のバリエーションあるな、お前ら。いや、嬉しいですよ、はい、こういう順乗せ高くて。君たちは残念ながら片思いになります。ということで、シーナさんとフワさんです。はい、この2人からプレゼントマシン送られるのは誰になるのか楽しみにしたいと思います。やっとしたぜ、この時間が。来たね、楽しいね、この時間ね。首を長くしまってました。すいません、首長くしてもらってたとこあれなんですけど、まずシーナさん、まずシーナさん。俺先行、高校か。高校ですよね。ちょっと待ってください。俺高校か。先行ターン、シーナさんからまずプレゼントマシンを送っていただきたいと思いますので、例によって立候補される方は挙手してもらおうと思います。はい、お願いします。やばい、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 やば
あのちょっと頭大きいある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 肩幅でかいチャイカさん後ろだって。見えなくなるね。チャイカさんずっと後ろ。じゃあ順番に聞いていこうと思いますよ。じゃあ端からね、チャイカさんどうですか。そう、まあどうせ私だろうね。おお、自信あり。ちょっと心に余裕があります。まあさっき成立してるからね。サイカサさんはどうですか。シーシー待ってんで。さっきなー、でも冷たくなってますね。さっきやっぱ冷えてますね。諦めさせへんでー。いやだ、悪い音。いやいや、最悪。思わせぶり。諦めさせへんで。リリムさんどうかな。いや、イーズはさっきやっぱシーシーを選んだから、シーシーも選んでくれるんじゃないかなって思ってます。それはどうかな。ここからプレゼントタイムとなります。行きましょう。誰にプレゼントを送るのか、じゃあ椎名さんから発表してもらってもいいですか。準備はできてますか。はい、それでは椎名さんよろしくお願いします。はいはい、私がプレゼントをする相手は感情が入ってきた。どうしようか。何ですか何ですか。魔界のリリベル。私という方は立候補してみてください。どうですか立候補。いない。お、いるいる。お、来た来た。これガチあるよ。これははっきり言ってガチとの報告も出ましたよ。んでもなんかみんなあんま感情がない立候補な感じもしますさっきのメールから表情が知りますよ。大騒ぎ感がなくなってる。いきましょう、カウントダウンいきますよ。3、2、1、終了。ちょっと少なくなったな。なんか一気に減ったっすね。あれ、おかしいな。あ、でも4名。今なら下げれるよ。お、まだ下げれる。あれ3人だ。3人まで行った。あれ、そういうとこじゃない。2人、そういうとこじゃない。あれ、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 印象操作されてますよ、これ。上げて、上げて。シーナさんの一言でコントロールされてる。誰か上げて、上げて。あれでいいのか。おい、お前だよ、お前。フワくん、あげたい人いるはず。気づいてよ。いくぞ。3、2、1、そこまで。転倒じゃない、転倒じゃない。本当に本当に。もう。ごめん、フワ。いや。そういうんじゃない、そういうんじゃない。え、いいのかな。でもこのまま進んだ場合、あの選ばれなかった人は、ひよっちゃったメールポイントがついちゃいますけど。ひよこですよ、皆さん。フワさんのプレゼント発表に入っちゃいますけど、ね、ここで1万ポイントのチャンスが、さあ、1万ポイントのチャンスを全く手を挙げることもなく、さあ、というわけでまさかの立候補者ゼロという展開になっちゃいます。消す消す。ではまず先行チャイカさんのターン。定位置についてください。ちょっと今までの経路が違いますね。狙っておりますよ。定位置についてください。ということでですね、自分がプレゼント送ってもらえると思う方は前のめりです。あんまり選んじゃ来ないよ。リコもよろしくお願いします。終了。ストップ。おお、シーナはあげない。おやおや、あれ、意外ですね。家族が開けてないですね。はい、なるほど。家族もシーナさんも開けてないということです。あれ、シーナリリムは開けてない。ここは家族かなと思ったんですけど。いや、うちらは完結してるからね、うちらで。そう。なるほど。別のお母さん探したら。いじけちゃうよ。拗ねちゃったお母さん。やめて、開けて。うわー、男性陣が。ママモテモテじゃん。男性陣がより、ママめっちゃモテる。新しいパパ新しいパパ候補がどの子がいい。ママが好きなのだったら誰でも。あ、でも急にいい子供たちみたいになってますけど。パパ目の前にいるんですけど大丈夫ですかね。前本さん非常にやりづらい。さあ、やりづらいですけども。ということで、じゃあ順に理由を聞いていこうかな。はい。じゃあ、さやかさんどうですか。いやー、ちゃいかさんは裏の裏を書くと俺は信じている。おなので俺
裏の裏じゃないと来ないと。そうです。なるほど。自分で大穴みたいな感じだと、はい、なるほどね。ちょうどここです。なるほど、ちょうどここ、はい、ちょうどお兄ちゃん当たるかな。あれ家族構成変えようとしてますね。お兄ちゃんお兄ちゃんさあ、りつきさんはどうですか。いや、サンタさんなんで、チャイちゃんは。お先ほども、ね、一緒に、うん、確かに、はい、プレイしたし、確かに息ぴったりだった、はい、まあ、私たぶんね、私でしょうよ、返してほしいと、はい、はいはい、チャイ、なるほど、うん、クワさんはどうですか。クワ、まあ、チャイさんはね、僕にプレゼントあげたいなって思うんですよ、あげたいなって思うんですよ。君の私に対する思い何なんだろう、だからこれはもう確実ですね、はい、じゃあ、ゆびおライブさんどうですか。いや、そろそろ誰か俺にプレゼント切実に、ね、そろそろな、そろそろ欲しいですよね、もう誰でもいいんだよね、もうちょっと最悪、そろそろ大事ですよね、もうこのさえくれればな、詰まってます、俺たちにな、嫌だな、ということで、立候補したライバーたちのふわふわとした話を聞いてきましたけど、うん、これからプレゼントタイムになります。誰にプレゼントを送るのか、じゃあ、チャイカさんに早速わー、怖いね、発表してもらおうと思います。チャイカさん、お願いします。探してもはい、僕がプレゼントする相手は誰だ。あ、リツキー。うわー、なんなんだよ、さっきからということで、リツキーさん、おめでとうございます。相棒ってね、相棒ってね、相棒、見事両思いです。両思い、おめでとうございます。ということでね、チャイカさんとリツキーさんは見事両思いでした。その顔やめて、あからめるな、やめて、あからめるんじゃない。なんだその顔ということでね、はい、早速じゃあプレゼントマシンの方を開封していただきましょう。いきましょうか。いつきさん、お願